塩原チャンネル。高原や温泉などの観光地でもある栃木県那須塩原市。今回はそんな那須塩原市をもっと知ってもらいたいと思っています。ようこそ那須塩原へ。東京からわずか150キロ、栃木県の県北に位置する那須塩原市。那須塩原市は東京駅上野駅から東北新幹線で約1時間10分、東北自動車道で浦和インターチェンジから約1時間30分と、都心からのアクセスも抜群。那須塩原市の魅力を大きく3つ紹介します。まずは食。那須塩原市にはご当地グルメがいっぱい。源頼朝が狩りを行ったことに由来する巻狩り鍋、塩原で50年以上も愛されているスープ入り焼きそば、馬車についていた小さなラッパの形をイメージしたとて焼き、西那須の塩原インターチェンジを降りてたったの2分でアクセス可能な観光牧場では、名物のジンギスカンや濃厚なソフトクリームも絶品です。そして黒磯駅付近のおしゃれなカフェエリアでは、ドリンクとともに優雅な時間を過ごせます。また全国有数の農業地域である塩原エリアでは、日中と夜の寒暖差により品質の高い野菜が育っています。全国でも有数の酪農地帯である那須塩原市の生乳生産額は、北海道を除く本州以南において第1位となっています。そこで那須塩原市は、生乳生産本州一の町を市民、生産者、事業者と共同し、那須塩原市牛乳等による地域活性化推進条例を制定しました。また町全体の活性化を図るため、平成29年3月にミルクタウン戦略を策定し、官民共同による施策を展開しています。那須塩原市の畜産。那須塩原市の生乳産出額、乳用牛の使用個数および使用頭数ともに本州第1位です。乳用牛の他にも肉用牛の使用も盛んです。そのほとんどが黒毛和牛で、一定の基準を満たし認定を受けた那須和牛も使用されています。また那須塩原市内では約6万頭の豚が使用されており、使用頭数は県内第3位です。畜産が盛んで生乳生産本州一、きっとあなたもメイドイン那須塩原の食品を口にしたことがあるかもしれませんね。次は那須塩原の自然を紹介します。日光国立公園エリアでもあるこのエリアは、首都圏からのアクセスも良いため、日帰りで大自然を散策できるスポットが数多くあります。渓谷や吊り橋、清流、美しい滝が多く、四季折々の様々な色に染まった自然を楽しむことができます。ぜひ那須塩原の自然を満喫しにいらしてください。そして那須塩原といえばやっぱり温泉。那須塩原市は大きく分けて2つの温泉地、塩原温泉と板室温泉を有します。塩原温泉。塩原温泉は西暦806年に発見されたといわれ、開湯約1200年の歴史を持ち、古くから多くの文人や家族、塩原御用邸をご利用された皇族の方々にも愛されてきた温泉地です。塩原温泉には7色の温泉が存在し、透明、乳白色、緑白色、黄金色、茶褐色、黒色、薄墨色とあり、お好みの色で温泉を選んでみてはいかがでしょうか。また泉質は、日本国内に存在する10種類の泉質のうち、なんと6種類が存在します。豊富な色、泉質を持つ塩原温泉で、お気に入りの温泉がきっと見つかるはずです。板室温泉。
板室温泉は古くから下野の薬湯として親しまれる湯治の里です。泉質は主に無色透明で刺激の少ないアルカリ性単純温泉です。温泉の効果が十分に期待できることから、環境省から1971年に国民保養温泉地の指定を受けています。都心から1時間少々、那須塩原市の温泉で素敵な時間を過ごされてはいかがでしょうか。いかがでしたか。那須塩原市にはここでは紹介しきれないくらいまだまだ魅力がたくさん詰まっています。ぜひお越しください。